いろんな問題を起きてきて、その市民運動やると銀やめた、うん、あの結局ね、うん、ネットから出てるから3期ローテーションだったんですよね、原則ね。だからみんな3期やると思ってたんですけど、うん、私はもともと地域でいろんな運動を組み立てる、やっぱり運動を組む人だったんですよね。市民運動を組んでいく人だったから、私が議員になったらやっぱそこの組むっていう人がいなくなったんですよ。議員だとやっぱり障害なんです、ね、障害になるんです。やっぱりそれはもう色眼鏡で見られちゃうから、票を集めて見られるってこと。だってあなた初めから党派で共産とか自民とかそういうんじゃないわけだから、じゃないんだけれども、やっぱり自分のね票のために来るんでしょみたいな、こっちも遠慮するから。なるほど。で議会に行けば、もう議会っていうともうその9対18ぐらいで、もうどんなに頑張って市民が陳情を持ってきても全部否決されちゃうんですよ。で市民の意見が全然通らない、議会もう行政も聞く耳ない。やっぱりこれじゃあ、あの国たち頑張ってきたね町だったのに、何のために行政があるか分かんないから、やっぱ市民自治っていうことをちゃんともう一回市民に問わなきゃいけないと私は思って、景観問題もその駅前のね沿道あのビルのことが起こってたから、だから私は市民運動に戻りますって、もう一回市民を組みますっていうことで、その代わり議席を2つ増やしましょうっていうので2人出して、で私は市民運動に戻ったんですよ。主に景観の問題をやりながら、だからそのうちに裁判も始めるんですけど、景観問題をやりながら、これは自治の問題ですってのを訴え続けた、紀伊国屋の前で。だから新聞も発行して、こんなことが今国たちで問題になってますっていうのを、あの市民新聞みたいなのを発行して配り続けたんです。もうちょっとじゃあえげつない質問を少し入れてね、うん、議員だと相当なお金もらうから、はい、その国に心配ないじゃないですか。あ、だって、ね、それで、うん、あんたの場合は、うん、そう、はい、インカムの方はまあ大丈夫って感じだったの、うん、そうじゃなくて全然私あの考えない人ですか、それ。でネットっていうのは20万しか手取りはもらえないんですよ、みんなネットにね、うん、差し出してるから、はいはい、だから年収ね、ボーナス入れても240万しかもらえないから、ボーナス込みで20万ですね、はい、であの共産党からもうなんか、うん、共産党よりぼったくりだとか言われたんだけどでうちの夫の稼ぎもいいわけじゃなかったんだけれども、でもやっぱりずっと継続して運動やってきたからね、あのなんかあんまりそういう計算なく、そういうね、ちょっとまあだんだんこういう姿がいいと思うけど、もう一番心配なのはお金ってことに関してもうほとんど感覚ないのね。でこれ仮に今回負けるとよく我慢する、どうやって強制執行しても何もないんじゃないかと思うんだけど、何もないのによくあっけらかんとしてられるな子供が全部お母ちゃん大丈夫とってなると分かりませんけどね。確かにまあそうっすよねもっと普通だったら焦りそうな感じ。いや本当です、普通ノイローゼだこれ本当に。100万200万だったらまだ弁護士さんから上原さんくじきませんねって言われました。3100万円はやっぱりとてもじゃないですか、買おうと思ってしんどいでしょ、今何の職あるわけでもないし、で市長退職金だってそんなにいっぱいもらったわけでも、あ全然残ってますよ、でしょ、残ってないですよね、残ってないですよまあテスラスラですね、でその貯金箱もなくなってるでしょ、全然ないですよ、ね、もう売り食いですよ今全国公演して歩くしかないです。いや公演だって会議なんか全然もない、全然もらえないそういう感じなのよ、から出たってことは大原さんとかまあ、そうです、私あの初代東京青果社ネットワーク、グループ青果社から東京青果社ネットワークって名前を変えた時期があったんですよ。その時の初代東京ネットの委員長なんです。大原さんなんて、次くの方、後輩、後輩初代代表です、うん、何もしない初代代表でもすっかりもうちゃんとした規制性があるんです。いやもうだからね、あのやっぱり私は足元からだから、あの現場主義だから、あの政治ってそういうふうに思ってるんで、目の前の人たちとか町とかがねなんかいろいろあるから、政治的にどうやって解決しようかとか、どういうふうにするのっていうふうに政治ってあるべきだと思ってるんで、もう徹底した現場主義なんですよ。だから水質検査も10年間やってきたりとか、もう調査はあらゆる調査をやりました、町の中で。だから町も知り尽くしてるって私は自負してたから、うん、前からどうしようみたいにしたかったのは、ちょっと
人たちは南北問題って言って、今のやつはみんな我々、まあ、私も含めて冷やかしで言うんですよ、うんうん、そこは南北問題があるんですよ、うん、実際どうなんですか。あ、ものすごかったですよ。あの要するに、あの堤がここはまだ山林、里山だったんですけれども、甲州街道中心に旧本村ってあるわけですよね。で、その人たちを騙して、ここ買い取るんですよ、100万坪。で、その時も、なんかえらい高いお金言ってね、ただの山林なのに高いお金言うわけですよ。売れたら払うからなって言って、実際払ってないのがたくさんあったらしくって、だからそのみんなすごい悔しい思いしてるわけ。で、自分たち騙し取られたのに、町ですごい発展をして、で、あの税金も全部こちら中心にこう投入されるわけだから、もうその南部のもともとの人たちはとっても悔しくって、政治的にいつも分断されてきたの、南北で。そうで、あの結局自民党が地盤だからあいつらは良くないとか、その政治的に分断されて仲良く絶対しないできたのね。で、それで実は私の時、これなんとか本当は南北っていうのをやっちゃいけないって、都市農業はすごく大事だと思ってたから、で、もともと進出検査しながらずっと中に入ってたから、まずはその都市農業を市民が維持するっていう、そういうこうシステムを作ろうと思って農業塾作って、で、その駅前に多摩新って信用金庫あったでしょ、あそこの前、土曜日を駅前を、あの店前を借りて、市民が流通の機関の役割をして、その農業塾を卒業した人たち NP を作ってもらって、農家の野菜を集めて、あそこの前で土曜日毎日売る、あ、毎週売るって言って、国立の野菜を食べてくださいっていうのをね、ずっとや、今でもやってるんですけど、それ何でかっていうと、ここはあの青果市場が日本で3番目に大きい青果市場があるもんだから、みんなそこに出しちゃってね、市内に流れないんですよ、野菜が。そうすると市民と農家が一緒になれないの。でいつも喧嘩になっちゃうのよ、その農薬がどうだとかね、あの人たちは税金払わないでいい思いしてるとか、そういうつまんない話で、実はお互い大事なのに、だからいかにこう出会わせるかは私すごく苦労したんですよ。で、給食にだって入れてくれないんだもん、野菜をめんどくさいとか言って、農家の人が企画合わせなきゃいけないとか、その時期をね、それに合わせなきゃいけないってすごい嫌がるの。だからそうじゃなくて、子供のためにね、食べさせてくださいって言って、そういうことから始めたわけです。逆に今度は向こうの後継者がなんかだんだん喜び始めて、子供の給食で呼ばれたとかね、あの学校の授業で呼んでもらったとかいう交流がすごく始まって、なんか今はすごくいい関係になってて、最初にはすっごい邪魔された。南北って誰と誰と戦えるの？南北甲州街道より北か南かな、それで誰と誰の戦い？農家と新住民という都市は、国立の地域で一番栄えたのは野保なんですよね、江戸時代とかは、甲州街道で。堤さんがさっきのこの町作ってからはこっちが上になって、なるほど、ね、だから堤さんが騙したのが恨みつらみになってるのよ。あのなんか名古屋大の人がなんか学園都市の出来方だった出来方みたいな本にしてるんですよ、なんか戦勝で。で、国立とその大阪のいくつかの大学ともうすごい論文でまとめてて、別にバーンって全部書いてあったりして、そういうことがあるらしいなんか堤は猪瀬が三笠の肖像って昔書いたものの中でね、あの堤のいかにひどいやり方で堤が土地をね買い取っていったか出てるでしょ。ここもそうなんですよ。なるほど、うん、あれだけどあれ、ね、その宮様の地上げだったな。そう、うん宮様のほうがちょっと過ごしてるの。それで、僕はちょっとビール売りも、はい、もうちょっとやるんならワイン飲まれてもらえない白ワイン、それでな、で続けて言うと、そういうことやりながら、あの市長は立候補したじゃないですか。それで、当時は割と無敵でな、あっちの市長さん。そうですね、ご記念の時だっけ、3期ちょうどいい時、油が乗ってるですよね。で、なぜ、まず2つね、なぜ立候補決意したか、なんで勝ったか、一つは、なぜ立候補したかは、その景観のね、問題をきっかけに、もう大体ほら、あの私議員もやりながら、いくら陳情しても市民がね、4年間で100件ぐらい陳情とか請願が出たんですけど、みんな決しちゃうの4年で。あーこれ、あいつまだあのさっきの議員に言ってくれ、4年で100件決す。あの陳情も多い町なんですよ、結構市民意識高いから。で、
4件か5件ぐらいしか採択されてなくて、でそれはね、坂本弁護士 のほらいなくなってる時だから、早期解決をとかね、その日本国別に関係ないことはね採択されて、市民が出したものは全部否決な、これも面白いな。だからこれは議会何のためにあるのってやっぱり私すごく思ったんですよ。やっぱ市民の代表でしょ。それなのにもうね、市民ってついただけでもバサッと切るようなね、あの市長とその議会が結託して、だから結局はこんな市長じゃダメだと思ったのね、変えなきゃって。で変えなきゃっていう時にその景観問題、私が議員辞める前に景観問題が起こって、これはもう市民自治の象徴だから、ここにやっぱり市民に問う、皆さんこれ自治として守ってきたものこのままだとダメになりますよって、自治の復権っていう公約だったんですよ。自ら取り戻しましょうと、そのために選挙から始めましょうって、自治はだから選挙で終わりじゃないですよって、ずっと町に関わってくださいっていう話で、私実は選挙出たんです。で議員と市長はだいぶ違うんですか、種市長。全然違いますよ。どういう議員って言ったら多数決、あの当時28人だったんですよ、28分の1で、しかもうちみたいだったら野党が何を言うと無視っていうことで、すごくいいこと言うと職員もはーって頭を下げるぐらいのこと言ってもね、まあうやのことだから聞くなみたいな、で全部無視なんですよ。だからそういう意味での市長権限が議会をね制覇してると、市長権限ってすごい強いでしょ。でやっぱり市長っていうのはだから議会をまとめたがるんですよ。否決されたら何にもできないから、多数与党をどうしても構成したいから、相手の言うことだんだん飲むようになって、議員があれやれこれやれって言い始めるんですよ。そういう関係になってくるの。だから関係がおかしくなっちゃうんですよね、その議員のほか、あの議会で認めてもらおうと思うと。だから議会は人質に取るんですよ、予算を。言うことを聞けと、聞かなければ否決すると。だから否決されるのは辛いから、やっぱり少しずつ配るんですよ、お金を。だから都議会なんて堂々と自民党取り分っていうのあるんですよ、会派に分配するお金。それで何対何ぐらいで勝ったんですか。圧勝、それ接戦。接戦でした最初は。もう本当に1200ぐらいの接戦でしたね。分母いくつだっけ。2万対2万2千対2万を分けるっていう感じかな。どんなちょっと待ってください、2万ちょっとぐらいかな、接戦だったんです。で、まさか勝つと誰も思ってなかった、私が、ね、誰も勝つと思ってなかった、私みたいなの勝つとは、誰も世間は、で、マスコミももう鼻から火っていう感じで、取材も来られた雰囲気だったんですよ、ところがだんだんやっぱり後輩になって、マスコミがちょっとやっぱりどうすかおかしいっていうのが分かってきたらしくって、最終日あたりがもう分かってたのかな。だからもうトップ指名負けようっていう朝日なんか思ってたと思うので、開票日はマスコミは全部うちに来て、現職の時は一人も行かなかったんで、あれ初の女性市長誕生国立市長、東京都内で初めてですよね。あの記事探せ持ってるから、ね、いやだから探せてないのよね。朝日トップでしたよ。あでもそれは多分少なくとも東京版でも出冊には絶対載ってますから探してくんだけど、それがいけばかなねえ、ちょっとそ、いやいや、そうなんだ。かなり大きくてたね、かなり大きく。それはテレビも相当出ました。上さん、著書の中では途中から行けると自分では、自分では思った。自分で受かると思った。うん、それはね、みんな思ってなかったけど、私はやっぱり仲間がたくさんいるから、表立ってはね、あれなんだけれどもね、なんだろう、うん、あのね、なんだろう、女性の 手の振り方がちょっと違ったんですよ。でやっぱり女性票っていうのはここはポイントだなと思ってて、女性はしっかりやっぱりネットワーク持ってるから、で私はその、自分の選挙最初の時にはね、大きな集会とかそういうんじゃなくて、小さなミニ集会を、あちこちやって、そこにフラッと行くみたいな雰囲気で、動員はかけない、お金も要求しない、だから組合とか全然寄ってこないで、もう貧しい選挙やったの。浅野さんと同じ、ね、そう、浅野城さんみたいだった。もう本当にお金ないの。だから学生が上り旗だってないんだもん、上り旗自分で言う中で作ってくれたりで、ハンドスピーカー誰も借りられなくて、そうそう、内緒である大学の分持ってきちゃっただからね。本当それ手作りだったから、誰も貸すと思ってなかったね。
でも結局みんながもう不満が鬱積してるって分かってたんですよ。この市長何言ってもやってくんないとかね。結局なこう、こんなんでいいのかなみたいな。身近でさ、みんな落ちると思ってるガッたちのこの人と面白いんで、あと知らないな。滋賀県知事のほら、知事、あもったいないの、あれも面が落ちるって、これで分かると思ってた、うん、絶対分かると思ってた、加田さんどこが違うんですかね。なんかやっぱり日頃運動やってる人の勘でしょ。ああそうです、ただあの人の場合はほら結局はほら京都大学で農学部で教えてて、滋賀琵琶湖の調査を一番よくやった人って言われてるんですよ。それでもさ、それ選挙のさ、ほらレベルが全然違う。それで要するに琵琶湖の一番田舎の隅々まで一番よく行って、その時に随分人脈作ったっていう話は後で聞きましたけどね。いやでもね、滋賀県だったら琵琶湖どこだ、滋賀県は。そういうところ全然基盤が何もないんだから、ちゃんとね琵琶湖の調査ってことを僕も知ってたし、僕もコメント何回か出してるんです、取材受けてたからね。だけどその代表でね、全然顔も何も誰も知らないんだよ。よく受かったな、本人は受かるつもりだったとだけ言ってたら女の関係言っちゃ変ですけど、女性がどういう反応するかっていうのは一つのポイントなんですよ。あのね、若い女性なんかが結構ふるっとね、かっこいいんです。おばさんたちはね、地方の選挙区とね、みんな律儀だから、みんな出てるんですよ。誰も言えないんですよ。自民党にも共産党にもアクセスするんですね。国たちはクールな人たちが、文化人が多いからね、こんな振らないの、絶対振らないの、ツンとしていくのね。だから2期目はもう絶対的に圧勝でしたから、もう若い人が本当に子供連れの箱をやってくれて、ああ仲間だと思ってくれてるっていう感じでしたよね。で当選したでしょ、そのすぐどうしたの、僕はまず秘訣だと聞いてるから、官能とかそればっかずっと聞いてるわけよ。要するに官僚のな、蜘蛛の巣があるっちゅうわけだ。だから認証式までほら直ちに宿泊すると認証されるじゃないですか。天皇とかまで会いに行くまでは自由なんだけど、庁舎に入ってたのにぐーっとこうなるっていう、こういうのは自治体はどうなるんですか。私一期だけでもその議員やってたから大体中は分かってたでしょ。でそんな大きい組織じゃないし、で議員の時は怖い議員だと思われてたから、私が最初にこう初登庁の時はね、職員だからあとも玄関で迎えてくれるんですよ。であれ結構テレビで報道されたから、職員の顔を映してんの、で田中康夫の後だったから余計こう映してんの、みんなすっごい顔してるんですよ。嫌なやつ来たっていう、本当にそういう顔してんの一番嫌な人が来たって思ってるのね。そうなの、そうなの。そういう中で受け入れられたか、彼がどんな思いで私を受け入れたか私は十分分かってたから、知らん顔して何にも私は分かりませんよっていう顔して全部ひっくり返そうと思ったんですよ。だからその天下り、はい、やめますと。で天下りやめって言ったら、もうないない決まってた人が自分の席がもうなんか狂っちゃいますとか言う、文句言うんだけど、天下りしませんとか、今までやってきた慣例を全部私はやめますみたいなね。それで都市計画マスタープランももう1年間進んでたんです、前の市長の時で。全部チャラにしますから始めたから、もう部長たち怒っちゃって怒っちゃって、私には言わないけどもうすごかったみたいですよ。変わってくるんです。でも私知りませんみたいな顔して、そのあなたは秘書みたいにいたの、いました。それは何、連れてたの。いやいや、そんなの連れていけないから役人ですけど、これはまた問題なんですよ、うん、はい、全部抜けちゃいますからね、前の秘書をそのまま使ったらね。これがね、これが今の市長がね秘書だったんですよね。 2ヶ月間ぐらい秘書だったので、最初私ほら分かんないから、とにかく全部聞きます、ね、10年間ぐらい秘書をやってた人だったら、保守系のね、うん、今の市長が、で私の時も2ヶ月間だから、ちょっとやってもらって様子を見て直ちに変えたんですけど、直ちに変える時にこれはね、私大成功で、もう絶対的に信頼を受ける職員だったんです、結果的にはね。あ、その次に任命した人が、うん、そう、最初はもちろん議員の時から知ってたけど、あんまりそんなに話したこともないし、どうかなと思ったけど、情報管理課長をやってて、情報っていうか法的なものはよく分かってる人で、非常に無口で真面目だったから、ちょっとね、抜擢っていうか、その人頼んだら大成功で、この人がいたから私助かったんです。もう全面信頼してやりました。国
こが極めて重要、うん、重要それで大体やられますよね、うん、それ大丈夫、みんなこれ、うん、運転手さん、あ、運転手もよかった、それでね運転手抜けるんですよ、本当に、いやいや、すごいですよ、すごいですよ、が全部、うん、ちゃんとね、その運転手が自覚してないと怖いよ、怖い、で、かなりね、機械の前にこれが非常にここで否決されたりすると仕事って動けないんですよ、やっぱりだから人事いじるんですよ、とか時間かかんなきゃいけない、うん、人気途中では切れないから、うん、やっぱり人気終わってからルール通りに変えてもらうっていうにしないとものすごく抵抗があるから、自分は名誉職と思ってね、うん、その会派が推薦してるわけよ、だから私がルール作っても切れないって職員が困ってたからルール作りましょうって、2期って限度にしましょうっていう風にして、うん、で、あの、交代していただきますって言いに行った時にもうやっぱり銀が飛んできて怒るわけなんで、勝手に帰るみたいな、いや、ルール作りましたからって、もうこれね、いいんですよ、だからね、あの、最初のこの制限、高度制限の地区計画を条例化する時の審議会は、あの、前の市長がまあ任命した人だったんで、実はものすごい大変で、あの、まあ市民が要求で早期条例化って言ってるから、あの審議会はとにかく早く、うん、あの手続きを早くやらなきゃいけない審議会を、まあ、いついつ頃やっていただけませんかって頼むでしょ、で分かりましたって言うので、じゃあ大体この頃に決めましょうって決めたらね、もう次の日全部断りが来ます、圧力から、その夜のうちにいろいろ、そうそう、もう1時間後に断る人もいましたね、それ何回やったか、そうだね、もうすごい目の前で、じゃあスケジュール開けてください、消防庁所長なんかね、スケジュール表すいません開けてくださいって、目の前で見てここ空いてますの押さえてくださいって言って、分かりましたで書き入れて、もう次の日だな、ってことは全部抜けちゃってるわけですね、いや、もたがいに通してるわけですよ、その時はね、だから都市計画審議会で私はそのね決めてもらう時に、あのみんな欠席って言ったから全員揃うの無理だって判断したんですよ、で過半数以上であればもちろん開会できるわけだけど、それは委員長の判断だから、委員長がまた前 の, あの市長が選んだ人で東京都の職員だったからダメかなと思ったけど、相談したの、こういう状況ですとなかなか揃いませんって、どうしましょうって言ったら、過半数以上だったらやりましょうって言ってくれたんですよ、その人が、それで開会の、はい、そうそうそう、本当その人が本当にキーポイントで、その人がそう言ってくれたんでやれたんで、開会の挨拶の時に実は傍聴がものすごかったから、その審議会もで、私が全部どんなにこの審議会開催するために大変だったかって議事録に残したの、あ、挨拶で言う、おっしゃった、そう、もう全部残そうと思って、要するに案に邪魔されたっていうことを言いたくてで、もうその7万近く、そのとは時点で7万近くの署名があったから、なんとしてもこれは速やかに成立させたいっていうようなことを言った、あの話もどうなんですけど、そこで反対する議員団っているじゃないですか、それは別に基本的にはこう直接デベロッパーとつながってるわけじゃないんです、裏ではつながってたのよだからこれ言えないんだけどね、言えないんだけど、当時議長がね自民党だったんだけど、もうそれは噂すごかったので、2000万もらったんじゃないかとかなんとかね、でそのね証拠に、あの息子の結婚式に3人令和から行ってたっていう、もうそれで部長たちがびっくりしたんだよ、じゃあ札束構成が多分ね、あのね、だって最初あの私がなる前だけれども、最初に、まあ、あなったからかな、挨拶にね、なんかあの随分名和があの議員のとこに回ったらしいので、完全に、まあ、私側だって見られるとこに行ってないんだけれども、なんかあのジャガイモの5キロ入りのジャガイモの箱を持って行ったっていうからね何が入ってんだろう、開けてみればよかったんで、つっかえしちゃったから開けてないんだけど、それはジャガイモじゃなくて何か入ってたわよとか言ってたのよ、なんか小判、大判小判が入ってたんじゃないのって思ったんだけど、なんかそういうことをすごく多分やったんだと思う、それはただでってわけないよ、ただそのね、世論的にもう圧倒的に市民の力がパワーがすごかったから、表立ってはね、あの明和の反対って言えなかったの、彼らはね、だから裏ですごかったの、そういう嫌がらせをするしかできなかったんですね、うん、ただその5万、7万、11万っていうのは与野党問わず全部分かってるわけじゃないですか、うんうん、で議会はそれに対してどうだったんですか、いやだから表立っては反対できなかったの、
で全会一致でだから条例には賛成してた。だから、あのそうやって賛成しちゃうとまずいから出席しなかったんです。欠席ということで、そうそうそう、消極的反対、消極的っていうか議会を開かせないっていう ね、 さっきのやつですね、積極的な、本当言うと積極的な邪魔だったあれはね。で理屈が休止に当たらないって、その臨時議会する理由がないっていう意味かで、もう本当にわけわかんないでしょ。この議会一のあのほらさっきのやつも言ったらよかったの。ちょっとね、単にあの議会のこう人格論じゃなくて、党派闘争もあってさ、党派って言って何なのか、無知体なんかみたいな感じなんですよ。自民党もちゃんとね、当時だよ、うん、論理があればいいんだよ。めちゃくちゃなんだよね。何なんだこれはと思うので、政策本当以前ですね。いかにそのね、上原の政権を奪回するかばっかり考えてるから、あの理屈じゃなくて数の力なの、やっぱり。結局あのうちは少数派になっちゃったんで全部否決されるでしょ、はい、で裏ではその要するに予算が否決されて何にも執行できないから、それこっち折れざるを得ないから交渉するわけでしょ。で30いくつぐらい全部削れっていうのは、それ私の新しい政策全部削れっていうのね、理屈なく、うん、要するに負けを認めさせたいわけ。まあね、本当にね、その交渉もね、助役がいないから私がもう即交渉する、ね、全部否決されたんですよ、ね、そうそうそう、助役とか主任役いなかったから、私がいなくてよかったのに、助役もっと否決するんですよ。そういえば、その市の三役いるじゃないですか、助役と、はいはい、今副市長って言うんですか、はいはい、それって、ほら石原さんも最初に、都知事の石原さんも重要ですか。だからね、難しいのはちょっとここが俺いつも気になってるんだけどさ、あの本当はね、私あのなんていうの、菅さんが私もう絶対間違ってると思ったのは、なんだっけ、あのなんて言ったんだっけ、その要するに官僚、なんて言ったんだっけ、その官僚を使わないっていう言い方は、なんて言った、菅さん、政治主導となったってこと、違う違う、政治主導じゃない、もう一つ、要するにね、もちろん政治主導なんだけど、あの官僚っていうのを絶対その使わないっていう発想は絶対間違ってて、官僚って誰のためにもともとあるのよっていうね、だから官僚使うぐらいに政治家がならなきゃいけないわけでしょ。使えないから使われるから間違ってるだけであって、だから私は税金使ってわざわざ雇ってるわけだから、市民のために、市民のために働く職員にどういうふうに変えていくかが問題なんであってね、そのための、まあ、いろんな知恵を借りるっていうのは大事だから、固定じゃなくて、このテーマについてはこの人、このテーマについてはこの人、うん、ね、これはまたそう、これ抽象論、これはそこはちょっといろいろあった、いや私そうやって来たんです、それで、ね、さ、自治体で見えるからなんですよ、そう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 、国会たちがね、議員とやってるやつある程度分かってる、うん、あの国会できない総理大臣見えないんだよ、そうそうそう、まあ、国会と自治体は違うんですよ、で要するに総理大臣に会えるのは事務次官か、まあ、最局長でしょ、うん、ほんなみんな自民党時代だから、なんか抜擢するのに時間がかかる、だから時間が必要なんですよ、だから官僚使えないんですよ基本的にね、うん、でその総理大臣の国会議員でもいいんだけど、こういろいろ政策的にすり合わせるんですよ、いきなりやったらできないんですよ、みんな係長クラスだもんな、もん依頼人はみんなさ自民党だもん、官僚たちよ、うん、だから時間組んないと変えられないんですよ、時間もかかりますよ、確かに自分たちが選んだ官僚だったら使うべきなんだけど、今の原発の局所なんて戦うと倒すしかねえじゃないですか、法案長とかって、そういう感じになってるんです、一般論となくてどういうディメンションで考えるかが重要なんです。あ、だから確かに自治体とね違うけど、自治体だって時間はかかるんですよ、でもそれはやらざるを得ないから、だから徹底して審議会とかでいろんなあの先生に来てもらうでしょ、で私は人脈を引っ張ってくるって言ったんですよ、そのために私が人脈作ってたんだから、その先生に来てもらうとその先生のつながりがどんどんできていくから、私は政治家だから4年経つといなくなる可能性があるわけだから、職員が人脈をつないでいけば長い財産になるから、だから私は日本一連れてくるから人脈をつなげって言って、ずっと面倒見てもらえってその先生に言って、でいろ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 つないでいったんですよね、だって職員がね頑張るしかないんだもん、賢くなるには。頑張りました、やっぱり8年
あのね、やっぱり変わる人はものすごくあったね。8名ではできるでしょうか、うん、な、うん、ダメな人は全然ダメだけど、あのね、あの私あの国民保護計画っていう保護法に反対して、国民保護計画っていうのを作らない代わりに日本一の防災計画を作るぞって言って最後の仕事にしたのね。でそれは21世紀のまちづくり計画に変わりうるものだから、いかにコミュニティを作るかとか、あの町をどういうふうに安全な町に作るかって、町全体をプランニングするっていうことだっていうので、匿名で、まあ、職員にいろいろあっち行ってもらったりとか、もう尼崎にも行ってもらったりとかね、あのやっぱり経験したとこに行けって言って、あのいろいろやったの。それ関係したの？はい、しましたよ。そしてあの中越地震の時はすぐもうね、東京都は行くなって言ったけど、うちはもう新潟県に行ってすぐに小千谷市に派遣をしたりとか、もうとにかく体で経験してこいをやって、ですごい時間かけてやったんです。その時の匿名のね担当がね、もう私辞めてたのに電話が突然来たの、どうしたのって言ったら、今入校しましたって一番先に知らせたかったからとか言ってね。あ、はい、はい。でね、とにかくね、あのいろいろあったけど面白かったって言ってくれたわね、みんな何かの職員。うん、あのね、苦労したでしょ、ごめんねって言ったのは私、苦労させたから、やっぱいろんなことでね、職員にはあの抵抗があるわけだから、議会のみんな苦労してんのよ。だけど面白かったって言ってくれたから、まあそれはすごくいい経験だったんだなって。このいや、もう一つ気になったのは、この景観問題について、うん、職員で名前はまあいいんだけど、その論文書くとかアピールしたりとかしていないの、うん、ここはものすごく政治的に。そこまでは、ね、うん、でもすごい勉強した職員いましたよ、うん、もうねびっくりしました。早稲田とかにも来てくれたりとかね、今までそういう職員うちいなかったんですよ、うん、でも一生懸命勉強、結果いいな。でも書いたりするようなね職員はちょっと残念なうちがいない。ちょっともう一つ、大学の先生いろいろ頑張ってくれたんだけど、一橋大学の中でよ、この景観問題ってこう論人でようやってくれた人いるの？うち都市計画の専門いないでしょ。だからなんかこれが変なんだよ、ね、人としてそういうのやんないんですよ。宿命受けて落ちたんで分かるんですよだけどね、まあ、あのいろんなところでは場面ではものすごくバックアップしてもらいましたよ。もう本当に法律論はいます、うん、だけどあの残念ながら都市計画関係はいないんですよね。建築関係もないしね。そうか、うん、じゃああんまり知的ブレーになりきらんの、この問題についてはね。だからむしろ外の先生の方が、うん、住民知事とかそういうのは山ほど言うんだけど、うん、まあ景観プロコラでなやるし、うん、そうか、あの住民知事がいるんだったら何かあってもそうですよね、うん、だから社会学部でね、うん、あの町村先生とかが、あの、あの町村ももともとのあの人の甥っ子かなんかなんだけど、町村先生がね、あのちょっと授業をやってて、私潜り込んでた2年間だから、町村先生が面白いあのアンケートを発表してたから、先生を引っ張り出して、やっぱ結構町村先生も手伝ってもらったりしたけどね。あの石原一子さんの本の中にね、一橋大学の S 教授、 H 教授が否定的な論文を書いたと、これ学者かみたいなのやってるのがあるんですよ。誰だと思うと S か H って、あそれ否定的な論文書いた人がいるんだな、それ学者。それ石原一子の一子のあの論文が出てきて、石原さんって上原さん、上原政権にとってはどういう人だったんですか？ね、これちょっと消して、うん、あの大丈夫です、うん、あの実を言うと、あの問題が最初に起こった時に、この会を立ち上げる時に陳情を最初の9月議会出す時に、代表を誰にするかって相談があったんですよ。だから私は石原一子さんがいいって言ったのね。要するにもともと完全保守でありながら、やっぱりこう町に思いがあるから、やっぱ保守でありながらっていう人が一番いいから、石原さんしかないんじゃないって言ったら、海外に行ってるというか追いかけて、あの OK してもらいなさいって言って、実はなったんですけど、あの実は最終的には分裂しちゃったんです、市民運動がね。彼女の独特のやっぱりキャラクターがあって、あのすごいやっぱりほら支配してきた人だから、あの認めない、市民を認めないっていうところがあって、最後はもう分裂しちゃったのね。ただやっぱりあのああいう人なんで、ものすごく押しが強いから、もうあの全然恐れを知らずガンガンやるっていうね、その力はやっぱりすごく大きな貢献をしたと思うし、
で、大西さんと、まあ、石原智子さんと一緒になって批判をしてる人ね、うん、あの人なんかやっぱりこういろんなところで裁判どうもやってきたらしいんです。東宝がその時の、法制担当で一橋の法学部出身だから東宝の事務局やったんですけれども、すごい細かいね、その運動スケジュール立てる人だったんですよ。だからガーンとこう天皇のような石原智子さんがいて、でものすごくまめなそういう経験者がいて、まあ、記録がもう完全に取れてるのはその人のおかげなんですけど、裁判ですごく使える記録取ってるんですよ。でどんどんいろんな意見書出したりして、そういう事務局がいて、それでまあ市民が本当にすごくいろんな力ある人たちが、もう専門家いっぱいいましたからね、設計やる人、法律家も都市計画の人っていろんな人がいたから、スタッフに。だからそういうやっぱりいろんな自分たちの持てる力を結集できた最高のこう運動体を束ねるのが市子さんで、まあ、そういう意味では運動が盛り上がっている時は良かったんですよ。ただやっぱりこう長引くとね、どうしても亀裂が走って疲れるでしょ。その時に頑張ろうねって言わないで、彼女はガッと怒っちゃって、何をダシャッとこうやるからみんな怖がって逃げていっちゃって分裂しちゃったんですよ。そうですか。僕はね、もうやらないよって言ったんですか。誰？その石原一子さんって。いや、あのね、ある人が、運動をやっぱりいろいろ経験してる人が、石原さんみたいに市民をバサバサ切って攻撃してたらみんな気持ちよくやれないから抑えてくれって言って、それでまあカーって石原さん怒っちゃって、まあ、それでバラバラになっちゃった。やっぱブレーンって大事ですね、ですまあ、市民自治やる場合でも、まあね、今の大阪市長がうまくやってるのはブレーンが後ろにずっといるっていう、まあ、先生の論理あるけど、クリスマス呼びてくるんだよ、ね、まさにそうですよね、うん、後ろにもものすごい人間がいるわけでしょ。だからね、一人とか二人だとね、うん、傀儡になっちゃうから、うん、多様な力を持った人たちが集団でいるっていうのがやっぱ大事なんです、ね、で彼のブレーンは右も左もいるじゃないですか。まあ、そうそうそう、橋本さんでしょ。うん、だからそれが面白いですよね。それがうまくこう複合していい方向に今のところは行ってるという。分かんない、だってあの人芯がないから揺れちゃうんだもん。たださっき先生が言ったようにブレーンを作る場合、外に作るのがいいのか中に作るのがいいのかっていうのは実際ね、外にいるとね本当に分からない、うん、そばにいないと分かんないことだらけ、うん、でね、いくらいいんだって制御つかないんですよ、うん、もうね、日々いろんな問題が絡んでくるから、だから外に説明来いって言われても説明できないのよ、うん、だから共に一緒にねやってくる。だから私職員がすごく大事だったんです。逆にこっちの味方につけて、だってもうどんどん情報ももらわないといけないから。で今までの頭で来てる職員の情報っていうのは一方的な情報だから、市民の方が情報くれるから、それで私は職員に返してこれはどうなのっていうと、なんかそこでこうね違いが分かってきて議論をやるんですよ。でそういう形でしかない、とても無理だったね。田中康夫さんの場合はどうだったんですか、ブレーンは。まあ、先生も全部否決されたでしょ。慣れてない、慣れてない、まさに。あともうちょっと彼がいる間にさ、ちょっと裁判の方戻るんだけど、一審判決勝ったでしょ、あの時の気持ちはどうだったの。ん、一審判決撤去、市民の方のね。そうそうそう、いやそれはもうびっくり仰天で、もう狂気ですよ、うん、議会の中がほらもうとっても大変だったから、うん、もう自民党なんか真っ青ですよね、うん、やったーってすごい、こんな歴史的な判決が出たそうっす。あの時はあなたはどのくらいコメント出してるのか、あの時のコメントなんかあったっけかな。いや、市民がいっぱいあると、うん、直接原稿じゃないからね、うん、でもあったかもしれないですね、うん、もう山ほど新聞出ましたからね、あの頃ね。そう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 、私も連日テレビ出てたから本当にそう、うんうん、それはもうびっくりですよね。逆に4億円の賠償判決したのか。いや、抹茶をまっちゃうだけど、まあ次があるかと思ってましたね、控訴すればいいって。そこがのんびりしてるあれはどのくらい時間あったんですか、撤去と要件。半年くらいあったの、ちょっと1年以上あったかもしれない。そうか、でだんだん上に行くに従って、ほらまずくなってくるんや、買った方もさ、はいはいはい、ああいうのどうでした。
まあ日本のね、裁判っていうのはこんなもんかなって、逆にでも私の方は4億円から2500万円下がったわけだからあの時はね、ちょっとね新潟で下がったって2500万は大金ですよ。まあだけどね、あの変な言い方だけど民主主義コストっていうのがあるでしょ、はい、いやそうだと思います、払ってでもやっぱり守るべきものを守るっていうね、はい、だからヤンバダムもそうだったわけよ、もう事前投資やんほどしてたけど、でもやっぱりここで止めようっていう判断はまあ投資したくていいんだっていうね、だからそう僕はちょっとね、これちょっと少し僕と曽田家さんと誰かな、いたりどっかで、どっかで心配しまった時あるんでしょ、はいはいはい、あの時ちょうどね、4億円判決と、うん、あの撤去判決が両方あった時あるんですよ、でどうするかの時に僕は判決まだない時じゃないですか、でお前牢屋に10日間入ってこいって言ったんだもん先生いやだから10日でいいんですかって10日だったら入りますって私言ったのよ、4億円だと10年ぐらい入んないとダメじゃないですか、うまくね、ああそう違う違う、判決あるんですよ、要するに矛盾判決あるんです、はっきりと一審で撤去、むしろ4億円判決だからさ、でうまくね、これがまたこの記憶尽くしく正しくが聞かないと、俺もうまく和解しろっつったんですよ、多分。あ言ってない言ってない、お前が覚悟して牢屋入ればいいんだって先生言ったの俺だったらガンガンやるっつったんだもん、本当に全然違うじゃないですか、ね、全然違うよ先生、権限総合的な記録残ってるから7、8年前とかテープ取ったら出ますよ、多分ね、あの友の裏これうまいんですよ、友の裏どうしてかって一審判決必ず覆るんですよ、あんな判決さ、うん、要するに歴史的文化的環境圏に基づいて、うん、こういう数字に止めたじゃないですか、一審は 100% ひっくり返るんですよ、広島高裁行くと、はい、だからどうするかっていうと、うん、絶対判決と争わない方を考えたわけですよ、うん、で延々伸ばすんです、で首長を変えて協議会を作って延々やってるんですよ、ほんで最終的に政治的に追い込んで確定させたとさ、こうしたら永遠の判決なんですよ、ひっくり返ったら意味がないんですよ、大丈夫、うん、でこれをあの国たちの教訓なの、これなんか聞かないんで我々戦い言ってるんだ、俺裏手使ってでも何でもいいから和解しろって言ったんだと思う、言ってないよ、それで一審判決確定させちゃいって言ったんですよ、多分必ず 100% 負けるからって高裁あの上告すると、使えない部分が多いな、え使えないもういいだからね、私の裁判はあのそれ二審でひっくり返ったのよ、うん、ね、ひっくり返ったいい方に、ね、額が減ったって言ったから、ね、だってそれ認めた、まあね、あの僕が、ね、シンポジウムあった時に4億円とそのなんか撤去案と競争した時代があるんです、はい、その段階で和解してたら五十嵐さん の感覚だといくらで和解できたって感じ、いえいえ、あの多分ねあのお金じゃないんですよ、明和の筋立てる方法、洗える方法しかない、その時にはなぜかというと、関哲夫が弁護士なんですよ、関哲夫、はいはい、で相手